どうも、ウィレジェンド遊び田です。こんにちは、こんにちは。ウィレジェンド管理栄養士の布目です。皆さんこんばんは、ウィレジェンド上野です。今回はちょっと3人バラバラでそうですね、やってみました。噛んでましたよ、真ん中に。すいません。で今日は、あ、そうですね、今日は何ですか。今日はやっぱりね、その結構問い合わせを受ける中で一番やっぱり一番って2回言ってます。一番言うんです。一番、とても一番一番ね、多い問い合わせ、はい、なんだろう、こうやっぱトレーニングしてる人とかって、やっぱり体をね、やっぱり大きくしていきたいっていう人もおられると思いますし、まあ、あとお子様で、ね、お子様をなかなか大きくなれないから、こう大きくしていくサプリメントの飲み方を教えてくださいとか、そういう問い合わせがやっぱり非常に多いんですよね。その辺にね、ついてこう二宮さんと上野さんを招いて、今日はその辺についてお話ししていきたいと思っております。はい、はい、もう大きくするにはっていう、はい、すごくその、まあ、文字通り大きなテーマでやっていくような感じでよろしいでしょうか。そうですね、染田さん、はい、じゃあもう早速いいですか。染田さんは、はい、まあ、大きくなりたいかなりたくないかでいうとどっちですか。そうです、僕はまあやっぱりそういうフィジークとかを目指してやってる部分もあるんで、大きくしていきたいっていうふうに考えてます。それにあたってこう気をつけてることとかありますか。気をつけてること、そうですね、まず1日のそのタンパク質摂取量っていう部分には意識して取り組んでます、この1年間は、はい。どうですか、それを気にしたのはもう今年この1年間っていう話じゃないですか、はい、それに対してこう大きくなった感じは、僕そうですね、一番、まあ、自分自身が体感してるかと思うんですけど、大体1年前が体重65キロぐらいだったんですよ、うん、で今の状態で今75ぐらいまで大きくなったっていう部分があって、10キロぐらい、10キロですね。大きいですね。それでもなんか全然その顔とかにその脂肪がついたっていう感じはないですもんね。あ、そう言っていただけるとほんまに嬉しいんですね。はい、そんなこう照れられてもらうんですけど、でもそうなれたっていうのはやっぱりこう、うん、上野さんとかのそのサプリメントの摂取法とか、そういう部分を近くで見て真似たっていう部分はあるのかなっていうふうに思ってて、え、具体的には、はい、タンパク質と1日どれぐらい取ろうと思ってやってるんですか。だいたい体重の2倍以上は絶対取ろうっていうふうに考えてて、体重キログラムかける2グラムぐらいのタンパク質、うん、そうですね、それ以上は絶対取るっていうのは欠かさないようにしてました。それでいうと65キロから75キロ、10キロプラスなわけで、はい、なんかすごいこうシンプルな質問なんですけど、はい、65キロの頃の体重の2倍以上と75キロの頃の体重の2倍以上って違うじゃないですか。確かに。その普遍は結構その1年間でちょっとずつ徐々に増やしていったとか、正直言うとそこまでね、細かい量は僕は計算してなかったんですよ。なるほど。ただそれより絶対に足りないようにならないような摂取量は守るっていう部分を意識してやってました。プロテイン量は確かに本当に頻繁に仕事の曖昧場で補給してますよね。そうですね、プロテイン補給 ね、 そうですね、事業部はよく上がるかと思います。本当に面白いんですよ、なんか、はい、みんながよく普通の会社だとタバコを吸いに行ったりとかって、そういう抜けるような感覚でプロテインを摂取しに行くっていう光景がすごい見られる、なんとも言えない面白い、微笑ましいんですけどね。こういういいんですか、ちょっと横道それますけど誰ですか、一食未満パウダー残していい、そのままにしていく人そうです、ね、飲み切らない人誰ですか、あれ、飲み切ったらちゃんと袋もその処分してくださいよ、補充するなり、そう、それがね、いるんですよ、誰、ね、リアルスタイルの B レジェンドではですね、みんながいつも飲めるようにちょっともう袋が置いてあるんですけどもね、それをちょっとだけ残してそのままにしていく人がいるので、怒ってるっていうことですね。あれは良くないですね。そうか、タンパク質ね、プロテインの量ですよね。まあ、染田さんも何だったらね、はい、この撮影の合間にもね、アミノさんのちょびちょび摂取ずるくらい自分だけ持ってきてよかったら飲んでください大丈夫です、大丈夫です。あとそうですね、皆さんもう一個ね、はい、マルチビタミン、あ、はい、これ飲んで、いつも飲んでる。そう、これはね、もう僕朝昼4錠ずつに分けて、あー、なるほど、朝4錠と寝る前に4錠っていうのをこの1年間ずっと続けてます。へー、すごい。体調どうですか、崩しにくくなりました。だからこの1年風邪とか絶対ひいてないし、確かに全然風邪休むことないですね。トレーニングも結構な頻度でやってるんですけど、そんなにやっぱり疲れとか
次の日起きた時残らないかなっていうような個人的な体感はあるんで、こうなんかこれを飲んだからこうなるっていう明確ななんかあれはないんですけど、僕にとってはすごく欠かせないサプリメントかなっていうふうに思ってます。はい、結構まあプロテインにしてもそのビタミンミネラル系のサプリメントにしても、この動画をご覧になっている方はまあもう取ってるよっていう方は多いと思うんですね。ただそのまあ取ってる人たちが多いゆえ、これからそれを抜いたり、量を増やしたりっていうところで得られる体感って、まあ、抜くとやっぱりちょっと体感はあるかもしれないですけど、そこって怖いですよね。あ、すごい怖いと思うんです。怖いです。で、逆にですけど、まあ、今まで取ってない人、プロテインは飲んでたけどちょっとビタミンミネラルとかあの未着手だった人とかは、それを取るだけでかなり変わってくるのかな、いろんなところでなんか違いがあるかな。そうですね、やっぱビタミンミネラルって体調とかそれね、体の調子を整えるっていう役割もありますし、まあ、いろんな炭水化物だとかそのタンパク質とか脂質摂取した時にしっかりとエネルギーにしたりですとか、そういった分解する時にも補酵素としても働くものも多いので、やっぱりいろんな働きをしてくれるので、まあ本当にそれね、トータルで、まあ、体調を整える、体の調子を整えるって言われてるんだと思うので、本当にやっぱいろんなことが変わってくるんじゃないかなと思うんですよね、しっかり取れてると、うん、私学生時代それこそ、まあ、注文して届くまでの時間、タイムラグがあるじゃないですか、はい、それゆえこうビタミンミネラルを頻繁にこう切らしてた時期があったんです。でそうなってくると何が起こるかっていうと、顔がカサカサになるっていう。すごい、そんな出来上げに。なんかそうだったんですよ、すごい乾燥肌ってすごい粉吹いちゃって、っていうのがあって、あ、これはビタミンミネラルなのかなと思った時期がありましたね、うんうん、そういう感想を持ちました。なるほど、うん、もう確かによく口内炎とかね、ビタミン B 群とか関係するって言うんですけれども、うん、私も、まあ、自分で栄養の勉強するようになってから、やっぱちゃんとそのビタミンとかもすごい気にして毎日足りなくないように、不足しないように取るようになったんですけれども、うん、それから口内炎が言われてみると、もうなんか何年もできてない気がしますね。あ、なるほど、うん、とかね、よく口角炎とか はい、あると思うんですけれども、そういうのが言われてみるとないですね。なんかその辺もあるのかもしれませんね、うん、あ、これやばいですよ、はい、ビタミンミネラルの紹介になってます今日はでかくなるみたいな、やっぱあまりいいサプリメントなんで、本当に熱く語ってます。そう、ちょっと今日ね、そういうコンセプトじゃなかったんです。巻いて巻いて言って、はい、ディレクターさんが、あ、すいません、はい、で布部さんが特にその接する機会が多いお客さんで、うん、我々との違いで言うと結構そのジュニア層及び、うん、そうですね、成長期の、そうそう、はい、ジュニア層のお子さんを持つ、うんうんうん、親御さんだとか、その辺の人たちがやっぱりそのまあジュニア自身だったりお母さん方が大きくしたい、大きくなりたいっていうところで言うと、うん、どういう話をされてるのかなと思いました。そうですね、まず、まあ、成長期のお子様、うん、まあ、骨 の成長のピークって20歳がピークって言われているので、うん、まあ、それまではやっぱり身長も伸びる可能性本当に大いにありますので、うん、やっぱり身長を伸ばすって言ったら、まあ、カルシウム、骨ね、骨にいいって言ったらカルシウムと、まあ、あとカルシウムの吸収率を上げてくれるビタミン D と、あとはやっぱり、まあ、体の全てのね、まあ、材料になるタンパク質、プロテインですね、まあ、これが最も重要かなと思っていて、まあ、弊社の B レジェンドジュニアプロテインが本当にこのね、3つがしっかりと入って十分な量が入っているものなので、まあ、ジュニアプロテインのおすすめだったりですとか、そういう栄養のお話をしたり、あとはまあ、ラグビー部のね、方たちによくセミナーすることも多いので、ラグビーの、ね、選手ですと本当に、まあ、骨だけじゃなくても体格自体もね、もうこうやって大きくしていかないといけないので、厚みも出していかないといけないので、やっぱりまあ3食の食事プラス5食、うん、で1日5食とか6食ぐらいの食事っていうのを、まあ、おすすめして、まあ、摂取エネルギーをね、増やす。それでいて、まあ、やっぱりスポーツ選手なので体脂肪は、そんなに増やさずに筋肉で増やしていくっていうことで、やっぱタンパク質の、多めの摂取と、まあ、炭水化物の、摂取で体を大きくしていくっていうお話はよくしてますね。やっぱりね、なんかその小さい頃で結構変わりますよねっていうのはすごく感じますよね。やっぱりその小さい頃から、まあ、しっかり栄養が取れている人、それはまあ
量の問題もあるし質の問題もあると思うんですけど、うん、それが両方満たされてる人ってなんか大きくなるのかなと思ってます。前もちょっとこの動画でお話しましたけど、私も今183センチで体重が、今朝で98キロくらいなんですけど、うん、そう、まあ、いわゆるちょっとどっちかでも大きい方なんですけど、どっちかじゃなくて普通に大きいと思いますけど、はい、結構もうそのちっちゃい頃に、まあ、親が栄養士だったっていうところで、その辺をちょっと考えた、うん、ご飯を作ってもらったためにこれぐらいになれたかなっていうのを、うん、素晴らしいです、ね、感じてます。だからまあこの YouTube 見てる中でもね、うん、お子さんをお持ちの方もいらっしゃるでしょうけど、うん、ちょっとその辺はもう今すぐこれ見たもうすぐその食事だったり、うん、その場合によってはなかなか難しい場合、そのまあプロテインなりのサプリメント、まあ、ちょっとこれは大人用ですけど、うん、ジュニアじゃないんですけど、まあ、これもまあありです、うん、ジュニア飲んでも大丈夫です、まあそういうところを早速着手、してもいいのかなと思います、うん、そうですね、うん、でどうですかね、まあ、そのジュニアっていう切り口もあるし、まあ、さっき染田さんが言ってたその、まあ、バルクアップ、トレーニングして体を大きくするっていうところもありますし、まあ、その広い、まあ、大きくするっていうところでかなり広いなと思うんですけど、で私の方でもこれはちょっとやってた結果なんか良かったなと思うことなんですけど、はい、しっかり寝てますかみたいな話、うん、そう、休息がちゃんと取れてるのかなみたいなのも、あります。で、たくさんやっぱりトレーニング運動して、まあ、たくさん栄養を取る、まあ、量に質にも気を使った上でたくさん取る、でやっぱりそのたくさん休養するっていうのが3セットだと思うんですね。で特にまあ、お話ししたいところで結構そこって兼ね合いが難しいところが出てくると思うんですよ。何かっていうとたくさん食べるっていうことはまあ、胃腸には少なからず負担がかかってますよね。でそのままたくさん寝るっていう風になると多分どっちかが不十分になるってこと考えられません？確かに。だから食べ過ぎて寝れないというか、なんかそこで睡眠のクオリティが落ちたりっていうこともあると思うんですね。だからその辺って結構こういうサプリメントは担ってくれるところなのかなと思います、うん、その睡眠の質をやっぱり寝る前とかに食べ過ぎてしまったまま寝ると睡眠の質下がります。だからその辺、その傘のある食事で取るのではなくてこういったプロテインだったりウェイトゲーラー系うちの増量だったりこういうところで、まあ、寝る前は、まあ、飲んでもらって、うん、まあ、その傘のあるものに比べて胃腸への負担は、少ない、と言えると思いますので、そういったところでの栄養摂取をすると睡眠もの質も圧迫はしないのかなって思ったりしました、うん、だからその タイミングだったりとかをうまく使って、そのサプリメント食事でそれ以外の要素ですね、トレーニング休養もちょっと考えていただくことで、まあ、大きくなれるのかなと思います。まあ、いろいろちょっとお話ししてきた中なんですけど、最後に一つそれを全部ひっくり返すような話をしてしまうんですけど、あんまりその細かいことにこだわると大きくなれないんじゃないかなっていうのがあります、はい、この時間だからこれを飲まなきゃあれを食べなきゃっていうなんかストレスでコルチゾールが出てむしろ大きくなれないのかなっていう考え方もあります。なんかそんなにこう細かく決めすぎずにもう全てざっくり行うっていうのもこうストレスフリーになってむしろ大きくなるのかなっていうところも今ちょっと思いついたんですけど、どうですかね。じゃあ僕のやり方は正しかったってことでいいですかね。あまり気にせず多めに取るみたいな、細かい量は気にせず、実際それで1年間で10キロ増体してるわけですからね、うん、成功なんじゃないですか、うん、そうですね、そうそう、よかったよかった。その確認は別に後でよくない。ちょっとこの辺はね、いろいろ多分そのこちらからも提供できるそのまあ知識というか情報はあると思うんですけど、やっぱりそこに対して情報を得て使うことに対してあんまりこうストレスがかからない範囲の中でやったらいいのではないかなと思います。いいんじゃないですかね。ね、夕飯にね、やっぱり夜あんまり食べ過ぎちゃうと脂肪になりやすい時間ってやっぱり一番夜だと思うんで、うん、でそういった意味でも本当に夜食べ過ぎるんじゃなくて、まあ、こういうの本当に上手に使ってやっぱりプロテインですとね、タンパク質を効率よく取れてそれでいて脂質とか少ないので、まあ、本当に上手な使い方かなと思いますので、
どうですかね、寝る前の何時間前くらいに固形物は取った方、それ以降は取らん方がいいみたいなのってありますか？まあ、大体3時間ぐらいって言われてますかね。3時間前、まあ、2時間、3時間前って言われてますかね。まあ、例えばそうなると夜12時に寝る人であれば、まあ、9時ぐらいまでには、夕食は済ませたいよねってことですよね。そうですね。だからそれ以降になる人はちょっと夕食は、あの抑えめ、もしくはちょっと、まあ、朝の方に回してもらって、プロテインにしていただくみたいなところ、すごく意義が深いのかなと思います、それがね、やっぱあの脂肪が増えずにあのバルクアップできる、じゃないかなと思いますね、やっぱり、はい。というわけでそろそろ、まあ、今回もちょっとたくさん喋っちゃいますけど、ね、締めていきましょうか、はい、ぜひ、ね、こういう、まあ、プロテインなんかを、ね、うまく活用してこう体を大きく、ね、していきたいっていうお子様もこうコンテストに出たいっていう方もおられるかと思いますんでね、ぜひうまく活用していただければと思います。はい、何かコメントとかいただきましょうかね。私の方からですか。はい、あ、はい、コメント、そうですね、やっぱりこう大きいのがこうジュニアの頃から大きいジュニアが増えてきて、こう、まあ、大人になっても大きい日本人が増えてくることは、あのすごく国として意義があるのかなと思ったり。大きく出ましたね。はい、やっぱりそのスポーツ盛り上げていきたいながら、そのフィジカルの強さみたいなのもやっぱ今後あるのかな。なんかその一人一人がこうジュニアの頃からほんのちょっとでも体を大きくすることに意識を向ければ、なんか日本のスポーツがもっと強くなるのかなって今思ったりしました。はい、視点がグローバルですね。すごいですね。はい、世界規模や。そうです。ちょっとそういう引き出しもあるんだぞっていうことを。で、私はもうそれくらいで。はい。ひのりさんよろしいですかね。はい、はい、もう大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ちょっと長くなりましたので。はい。はい、そういたしましたらね、こちらの動画が良かったっていう方、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。あ、ちょっと待ってください。コメントなんか、コメントなんかいいんすか？いつもここで言ってきますね。ちょっと待ってください。言わないんだもん。コメントどうですか？コメントなんか、こう、コメントもらいます？何もらいましょうかね。単純にでも皆さんがでかくなるためにしてることじゃないですか。してることだったり、私は逆にその、もう大きい大人、もうね、成長してその、大人になってて大きい人に、もうこういうの、こんなこと、もの食べてたから、私大きくなりましたよみたいな、そういうのがあったらそういうのも知りたいですね。参考になりますね、コツ。あとは、もしくは、ちっちゃい頃にもっとこれしてればでかくなったな、自分みたいな、ちょっとそういう後悔とかもね、あのコメントにいただければ、すごく我々としても、なんかそういう、それをこうみんなでシェアできる場としてコメント欄を使います。それをね、見て、まだ成長期の人はで、それを今からね、まだ間に合う時期にやれますしね。そうですね。で、あ、何でしたっけ？ぜひそういう、ね、はい、コメントに、ね、残してくれたらと思っておりますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。さよなら。